これはバレないように隠してるわ、がっかりやね。なおこの後解放された大谷翔平さん、一平にどうだったとからかわれ、みんな子供みたいな感じだったと甘えた声を出してしまう。カメラ持ってるおっさんに興奮してるぜ、き。翔平、嘘だよな。マジで草、性欲あって安心した。腰の炎メラメラで草。がっかりだわ、炎上するやろこれ。足のトレーニングに決まっとるやろ、この無駄な時間の有効利用や。なんか等身大パネルみたい。日本の唯一の希望も終わりやな。でも真面目にいい女性いたらええよな、男性が好きなら男性でもええけど。若い女性に対しては表情が硬いな、女に慣れてない男って感じで俺らと変わらん。大谷ってなんで自分がこんなにモテるのか分かってない感あるよな。魂抜けた顔してて草。昼のスレで動画あったけど終始目が死んでて、最後台湾のファンに一言言われてたのに真顔で逃げていってた動画見て草生えたぜ。ちなこの集合写真の後にカメラマンの丸太小屋おっさんも混じって写真撮ってた。佐々木朗希は逆にニヤついてて嬉しそうだったよな。相変わらず女と並ぶと顔硬いな。大谷は派手な女相手じゃなかったら普通に笑うし、楽しそうに会話するから好みじゃないだけやろ。なんかパネル感あるな。丸太小屋に帰ろう。大谷ってたまにチェリーみたいな顔するよな。腰の炎を沈めてるだけ。全員明らかに狙っとるわ。大谷気をつけろよ。翔平に色目使うなよ。普段サンドバルとオホッピーみたいな美形に囲まれてるから問題ないやろ。野球マシーンも終わりやね。お前ら何の心配しとるんや。